大分県クス群の一クス群は、大分県の群。人口22,647人、面積557.88 kmh、人口密度40.6人、kmh、以下の2兆を含む、1878年に行政区画として発足した当時の群域は、上記2兆のまま変更されていない。多財婦湿度の木簡に、 表と書かれたものがあり七世紀の氷政時代の玉玉軍のことと推定される表が軍に改称したのは大宝元年である天平十二年頃までに成立したとされる文語国風土記において文語国の八つの軍の一つとして玉玉軍が挙げられている同書の玉玉軍の上には昔この村有効クスキモといわく玉玉軍と記されており昔 この地に大きなクスノキがあったことにちなんで付けられたと、される。範囲は、おおむね現在のクス軍全域にあたる。また、上平年間に成立した和名類受賞でも、玉玉軍とされており、今見、小田、長野の三郷があったと記されている。1803年の唐橋制裁ほか、文語国史によれば、当時のクス軍には里四、山田、古五、保アシの四郷があり、村は、 麻生源、匠、恵ぐ三代室、魚返しなど、合計81村。人口は、約2万9千人。特産品は、砂金、明晩石、砥石、天馬等。1、森村に、東飯田村3、飯田村4、南山田村5、万年村6、北山田村7、八幡村。ありがとうございます。